日本東京都西東京市東伏見東伏見は東京都西東京市の町名。現行行政地名は東伏見1丁目から東伏見6丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は202-0021。西東京市の南東部に位置する。北は西部新宿線を挟んで富士町、東は練馬区関町北。 南は、武蔵野市緑町、西は柳沢に隣接する。北西から時計回りに、東伏見一から六丁目が設置されている。丁目ごとの面積、人口と世帯数、及び人口密度は、以下の通りである。1月1日現在私立小中学校に通う場合、学区は、以下の通りとなる。住宅地の地下は、2014年1月1日の、 工事地下によれば、東伏見3-2の19の地点で35万1円、平方メートルとなっている。西東京市で最も地価が高い。明治以前には、武蔵区に新座郡城法屋村に属していた。旧法屋市地域である。町内にある、東伏見成神社にちなむ。なお、町名の案として、 東伏見の他に、伏見町、稲荷町、伏見南町が上がっていた。二丁目に、西武新宿線東伏見駅がある。地域内を、西武バス、関東バス、および西東京市、コミュニティバス、花バスが通る。東伏見稲荷、神社東伏見アイスアリーナハット AB、平成22年東京特市町村町長、別報告。東京都。 2018年1月22日閲覧。AB、人口、世帯数。西東京市。2018年1月15日閲覧。AB、郵便番号。日本郵便。2018年1月15日閲覧。市外局番の一覧。総務省。2018年1月15日閲覧。私立小中学校通学区域。 西東京市、2018年1月15日閲覧。国土交通省地下工事、都道府県地下調査、角川日本地名大事典13、東京都 P1133 法や町工法第62号1964年7月30日。ありがとうございます。